こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。スターホースポケット、私は北方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。知ってるかしら。さあやっていきましょう。出るかしら。WBC ですね。もうほとんど出るかしら。時間がないんで、残り週がないんで。SWBC 挑戦しないといけません。今何月を何週だろう。9月を。3週か。クエスト達成よ。凱旋門賞行ってもいいけどな。残り21周ですね。あ、凱旋門賞だったら距離が長いんだ。2万枚いけるチャンスも出てきましたね。知ってるかしら。うん、いい感じじゃない。プラス4キロ。疲労回復ですね。いい感じだわ。さあ SWBC 登録しましょう。ジョッキーは戸崎騎手ということで、38分残ってますね。はい、その出してどういう結果になるんでしょうか。お楽しみに。知ってるかしら。お、SR タイムパラドックスですね。勝てるかしら。さあ結果見てみましょう。一回SWBC 取ってますからね。期待は大です。この子なら心配ないわ。5番人気、最低人気ですね。またも投票受付を開始します。20丸は1個あるものの三角で、あとは無印です。
SWBC 取っている場合いますからね、なかなかの。高メンバー、特に月ウィザードは相当強いと言えます。もうアラブっていう感じですよね。これも最大思想一つです。さあ鉄塔のメタファーが出てきて、3頭の始祖が生まれました。スーパー WBC、 あ、そうです。さあ緊張の一瞬が近づいてまいります。これは8枠11番ですね。スタートはまあまずまずでしょうか。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは、先手を取ってオルコックアラビアン、オルコックアラビアンはアンカーズ飛ばしますね。外から1頭12番ビリングレース、そのうちからは6番フリーヴィンテージ、そして外からはロドルフィンバルム、1番ズッキーウィザード、白い帽子が馬込みで入れています。それからマッチェム、内を通って4番ヘロド、ここから474メートルは海の中を走るガラスのトンネルコースです。それから7番ゼンライスラン、その外に11番カタノバレイ、ラーレアラビアン、ちょっと離されましてマイアリーターク。もう一度先頭から順番に参りますと、オルコックアラビアンがレースを引っ張るようになりました。ちょっと離れて5番エクリプスであります。その後ろでやりましょうか、ビリングレース、ロドルフィンバルブがそのうちにいます。それからもう一頭スリーピンで、さあまだ後ろから3頭目だ、ズッキーウィザード、そしてその外に9番ました。さあトンネルを抜けて、あとは直線勝負を残す伸びであります。ズッキーウィザードは4番手、先頭に踊り出すことができるのかどうか。さあこのまま逃げ切ってしまう、オルコックアラビアンが捕まります。ビリングレースに捕まった。さらに全のアイスマンだ、乗り切れないぞ、カタマレーは。先頭に立った、内を通って、ビリングレース、フリーヴィンテージも差を詰めてきている、ゼンノイスマン、先頭、1着、ゼンノイスマン、2着、フリーヴィンテージ、3着、ビリングレース。残念ながらやり直しですね。次は、見返してやりましょう。1着。レースを終えた馬が戻ってきたわ。クエスト達成よ。プレゼントが届いてるわよ。何？はい、というわけで2回目の SWBC は残念ながら伸びきれずに5着となってしまいました。またですね、再度残った時間短いですが、チャレンジしたいと思います。応援よろしくお願いします。チャンネル登録高評価などもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。